奥アームをね、なんか奥のアームに入れてみます。あ、こんな脇で景品自体をつまみ上げんかな、これつまみ上げて、うわ、やってもうた、うわー、あ、確率消える。はい、ということで本日も始まりましたクレッチョチャンネルです。昨日ね、しっかりね、モモンガゲットした動画ね、皆さんお届けできたんで満足しております。そして次ね、また新作のポケモンを狙っていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。本日こちらですね、ちょっと名前はね、わからないんですけどね、まあ新作ということでとりあえず狙っていきます。はい、というわけでまずはね、ちょっと凌駕していきます。ちょっとね、あのね、ポケモン、あのね、ちょっとずんぐりむくりしたね、ポケモンの名前はわからないんですが、とりあえずね、お札これで使っていこう。で、できればね、最近ちょっと気づいたんですよ、ね、3000円両替するの良くないです。3000円、ね、予算としては3000円をね、用意しとくのはいいんですけどね、ここね、やっぱり、ね、一発で、ね、3000円で、ね、両替しない方がいいってことを聞きました。っていう感じでね、とりあえず2000円で行ってみます。はい、2000円で、できるので、ね、この2000円でね、うまく終わっていただければな、終わっていただければなって気がゲットして終われるかなと思って、終わりやりこうかと思います。で、これ見てください。いつものアラウンドワンさんのアームの向きではないんですよね。なので、ちょっと難しいかなとは思うんですが、まぁ、ちょっとこれ私ね、これはこれでまた、この向きですね。これはこれでまた私、ちょっと作戦があります。そして、可動域はね、しっかりこれ、どういうか、これかなうん、しっかりありますので、ね、で、そしてこの形、まあ、手がね、なんかすごいこうね、なんかフックのような、いい感じのスペースになりそうなので、そこら辺をね、狙っていこうかと思います。というわけでいきましょうか。はい。というわけで、2000しかないんでね。で、狙って、まぁ、あ、可動域。あ、まあ、しっかりちゃんと奥までありますので大丈夫ですね。はい。で、これ見てください。シールドがね、ここを見てください。わかります？奥側ね、斜めになってるんですよ。で、奥側がね、奥この、ここが、このシールドの高さ同じなんで、景品自体ね、こっち側に寄せるという形で行きましょう。ただ、今回ね、これ、ね、見てください。初期位置からタグが下れそうなんで、まずは、まあ、狙いましょう。ちょっと厳しいかな？どうやろう。まあ、行きましょう、とりあえずね。行きます。ポップボタンで、サードだ。あ、12時間だ。ミスったミスったちょっと言わしちゃいません、すいません、ミスちゃいました。ただ今の見た感じね、パワーもしっかり入っているんでね、まあ、タグかけちゃえばね、なかなかいい形になるんじゃないかなと思ってます。はい、というわけでどうしましょうか。ここに行くの、はい、行きます。手前アームをチコッてボタンで OK 入った。どうでしょう、アームの向きがいつもと違うんで、どういった、あ、弱いな、弱っ、めちゃくちゃ弱かったね今ね。でもうちょっとね、先垂れちゃったんでこれかけれないので、どうしようかなっていうところなんですけど、まあまあ狙いとしてはね、罠があります。で、このアームの向きですね、このこっちとこっちの向き、10時と4時ですかね、のアームの向きになると、これね、あの一つ使い方があって、今回に関してこの2本アームでね、こう挟むっていう感じですね。で、今この形見てくださいなってるんで、こことここですね、こことここを2本で挟むような形でいきます。で、手前アームはね、この足に引っ掛けながらですね、足の股に引っ掛けながら、そして奥アームはできれば肩あたりに入ってくれればいい。お、いいね、いいね、ここで反応、おオーラオーラ来てきた、きた、オーラオーラオーラ来てた来ましたね。っていう感じで、このアームの向きで、あの唯一このね、2本アームで引っ張るっていうね、まあもちろんあの引っ張りにくい、例えばこういうね、景品の場合はね、これちょっとだいぶやりにくいんですが、こういったね、まあ長い景品だったりね、ちょっとこういうこうイボイボがあってね、こう挟めやすいやつ、こことかね、っていう形になればね、なかなか攻略できますので、ね、狙っていこうかと思います。で、どうしましょうか。今ね、奥シールドが低いんで、できればね、奥に引っ張って方が美味しい気がするんですよね。なので次引っ張るとすると、まあ一つの案はこことここですね、また先と同じ感じでなると、多分こうね、下半身を振りながら上に持っていって、そのままこちら辺ですね。ただ可動域もしっかりあるんで、この辺に行ったとしてもね、最悪ちょっと引っ張り出せるかなっていうところなんですが、あとタグですね、今ねちょっとここに、ね、あるんで見えにくいんですが、ただ8の字になってるんですよね、タグがね。なので多分一撃では刺さらないんで、そうなった時にどうしようかなっていうところなんですね。はい、あとやっぱこのね、このシールドのね、高さですね。あの、こうあれですね。ここが低いですね。なので、それをね、あの使わない手はないんで、どうしましょうかね。で、パワーめっちゃ強かったんで、どうしましょうか。まあ、ワンチャン、ここでもいいんですよね。でも、ここでいいんですけど、もしかしたら暴れるかもしれないですね。ここで、日本アームで引っ張ると。なので、一旦ね、私が最近ちょこちょこ言ってるの、あ、でもこれ、あかんな。奥アームが抜けるかな。いけるか。奥アームが抜けそうやな。どうしても奥アームが抜けそうなので、ちょっと超甘めで
ストップボタンで手前アームを股の下から、そう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 、でここから2本で引っ張るかな。あ、さすがに無理やったか。さすがに無理でしたね、うん、で今度はちょっとしっかり横向いてきたんで、今度の方法としてはこの足ですよね、この足ね、足をね2本でつまむとね、かなりいい形になると思うんですよね、はい、なので行きましょう。あーでも足2本はちょっと抜けるかな、アームがな、アームが抜けそうですね。じゃあタグ出し含め手前、あ、奥アームですね、奥アームを脇にぶっ刺しながらですね、で手前アームを足にかける感じ。さあどうだ、間違えた、全然違う。さあただパワーが強いからどれかな、7か、あーっと、あ、3年タグも消えちゃった。うん、やっぱ足ではつまむのはきつそうですね。もう一回いきましょう。じゃあ次は先ほど言ったようにね、この手前の足と奥アームを肩ですね、しっかり足の、あの手の向こう側ですねに入れていきます。さてこれで頭ずりずりでいきたいんですけど、さあどうでしょうか。ちょっと浅めにしてみました、浅めでストップボタン。さて反動で、うわ抜けるか、はあはあはあ、抜けるね。 OK、 じゃあしっかり持ちましょうか。なので奥アームは肩、手前アームも脇、肩いいかな、いきましょう。まあ足かな、とりあえず下半身しっかり持ってきます。あ、手前アーム刺さっちゃった、あ、入った。さてここから、うわちょっと思ってるのと違う、浮かないですね。ということは下半身をしっかり持たんとダメなさそうなんで、どうしようかな、いきます。どうしようかな、多分ね、ここね、ここにアーム入れちゃうとね暴れるんでね、じゃあ手前アームを脇に滑らせながらいってみます。手前アームを脇に刺さ、あっ景品分厚すぎてアームが下まで届かん。さあどうだ、うわそっか、アームが細いんか、じゃあ、あの短いんやね、このお腹、はあはあ、じゃあもう一回いきますね。じゃあもうやっぱアーム自体が届くとなると首にしか届かないですね、うん、ということで、じゃあそれでいきましょう。しっかり下半身持ってきます。で狙いとしては頭ずりずりまではいかないと思うんですけど、あ、ミスターミスターやばいぞ、落ちちゃったのシールドから。お腹にねアーム本体が当たっちゃうと引っ張りきれないんで、これお腹を引っ張ったのがミスかもしれませんね。頭を引っ張った方が良かったかもしれんな。というわけで今度じゃあほぼほぼ3本でしっかり持ってきます。ただ右アームがおそらくなんですけどシールド違うで死んじゃうんですよ。まあいっか、これで奥アームと手前アームで頑張ってもらって、できれば、あーやっぱ短いギリギリや、アームは。さてうんだうんだ、できれば反動で来い、ぶっ飛んだ、あららぶっ飛んじゃいましたね、やばいやばい、くそーやっちゃったな、あと1000円ぐらいかな、はい、まだありますね、行きましょう。これ初期位置でもいいですけどね、うん、初期位置でもいいんですけど、どうしようかな、むずいな、このアームの向きやっぱ難かったな。じゃあ手前アームですね、手前アームを肩に入れながら、まあ、頭を掴む感じですね。先ほど言ってたあの下半身がでかすぎるんで、ちょっと下半身を動かすのは無理なんで、あ、ここですね、ここ、あっ、ここね、引っ掛けたかったんですよ、私も、こっちに向けて。ってなってきたら、どうしよっかな、いきます、どうすか、一旦初期位置に戻すのもありなんですけどね。ということで、じゃあ、真ん中持ちます、ちょっと一旦反応出します、ちょっと奥に行きすぎちゃったんで、さあ、どうでしょう、脇と肩とね、しっかりロックはかかってますよ。さて、パワー強いから、ここからどんな、あー、起きてきた、いいね、いいね、いいね、来ました、来ました。じゃあ、どうしようかな、スタッフさんおったら、これ、一旦平行移動でね、きれいにこう引っ張っていきたいんで、ちょっとそうしましょうか、うん、安全パイでいきましょう。はい、よいしょ、おー、抜け。というわけで、ね、ちょっとスタッフさん呼んでみます。スタッフさんがいないね。あー、ご覧だ、いないですね。あとね、700円ぐらいしかないんで。すいません。
このまま手前に平行移動お願いします。とりあえずちょっと一旦平行移動、はい、というわけで平行移動していただきました。でこのままで先ほど言ったな、その下半身引っ張ってミスったので、今度はね頭のこのフックですね、リンゴの梨なみたいな部分を引っ張っていこうかと思います。まあ、これは多分ねかなりいい感じで、パワー強かったんだね、めちゃくちゃね、うん、さあここからしっかり引っ張って上がってくるでしょう。さあ来た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 、これこれこれ来ましたね。簡単っすねこれね。これってね、あのよくあるあのこれね、まあちょっと形はねこういう、まあなんかイゴなんですけど、例えばこれ長いクッション、長方形のクッションの場合でもここをねこうつまんであげるとね意外と同じような現象が起こります。なのでこれねもう一発いきましょうか。 あそっか、クルリンができるのか。まあいっか。まあとりあえずね、どっちにしろシールドのノリが、あ、やばいやばい、さすがなさいか。さてここからですね、このアームの向きがいつもと逆なんで、むずいな。どうしようかな、ギリギリいけるかな。狙いとしてはね、今ね景品が少しだけ横向いてるんで、押すか、押し無理か、押すのは無理やね。なので手前アームをね、あの入れていきます、この下半身にね。むずいな、ただアームが短いから入っていくかな、ちょっと失敗する可能性ありなんですけど、まあいきます。うわ全然動画、うわうわ、うわ余計なことだ、うわ余計なことだった、うわうわうわ、ミスったミスったミスった、またミスちゃった。そっかー、あれねーアームの向きが違うとフィニッシュ決めれんからな。タグは垂れてるけどちょっと向きが良くないね。うわどうしよう、などうしようかな。じゃあちょっとこれほぼほぼ真ん中持ち、あーさっきのやったな、そうですね、あーミスったな、うわ詰まってもうた、あと400円やばい、アームが短すぎる。じゃあ今度は一応左、あ右アームですね、右アームを脇に入れます。まあ、ちょっとスペースね狭さがあるんで、あうわシールドに刺さった、狭さがあるんでそこでなんかこう反応が出てくれ、さあ来い。これ先ほどのねシールドに乗せていくやつですね、引っ張っていくやつですね。あと3点まあ行きましょう。じゃあさっきは、あでもいけるかこれで足で、ちょっと甘め寄せで奥アームと手前アームでやっぱ先ほどと同じですね、ここ手と足、手入ってんのかな、両替チーズに行いますか。 OK 来たかな、あタグあるね、タグあるけどアームの向きが違うからどうしてもタグが使えんな、どうしようこれ、浮いてんのか一応、うわむずむずいな、よし行きます、あと200円。なので先ほどと同じようにもう一回奥アームと手前アームで引っ張ってみますね、足を。さて勝負、ただアームが短いからここ、これこれこれ頑張ってくれ、手前アーム頑張れ、うわ狙いが悪かった、タグも悪いな、あと2000円目ですね。どこまで行ってんすけどね、うーん、じゃあ今度はしっかり手前アームが足にかかるとこを狙っていきます。さてここから、あー短い、またここや、うわーこっからこれ浮いてんのか、一応乗ってんのか、はい、というわけで今2000円終わったんでね、あもう一回やっぱり3900になっちゃいましたねやっぱね新作のポケモンね、なかなかちょっと厳しい、あのアームがねこのサイズだじゃん、この大きい方であればね多分あの狙えないこともないですね、あのアームが短いんでどう狙うかですね、ちょっと冷静になりましょう。さっきこのタグがねいつもだったらねここはねいつもの向きでタグでパシってね引っ張れるんですけど、イメージとしてはねちょっとね頭押しに下半身をしっかり振ってほしいんですけど、それをやっちゃうと
どうしても手前アームがね、足のこのここに届かないですよね、短くてアームが、うん、ってなった時に、じゃあどうしようかな、まあもう一回だけ行きますね。ちょっと先からね、狙いが悪かったんでね。あー一応入ったけど閉まってないな。あーやばい。じゃあどうしよう。これな、じゃあもうここも無理やから、まあじゃあもうすいません、真ん中持ちっすね、これ真ん中持ちやな、もう真ん中持ちします。でちょっとむずいな、これアームサイズが合ってないどうしてもお腹が邪魔してね。あーそうやな、すくい上げることもできんしね、空電波しても無理やし、アームが短い。これね、アームサイズ大きかったらね、ここねしっかりつまめるんですけどね。もう一回行きましょう。シールドが低くなってるっていうところが、じゃあね、もう一回この足のところ行きましょうか。行けるかな、この足の根元。あーここには入るんかな、ここにはここには入ってからこい。おっとこれは来てるような、あタグがいけるかな、タグ行きましょうか。タグがむずいな、でもこれねじれてるんでね、8の字になっちゃってるんで、などうしようか、むずいな、まあ行きましょうか、多分これは失敗します。あーこっちか、いや違うな、わかんない、行きます。あー外れた外れたね、うわーこれはきついな、一応シールドには乗ってお尻は浮いてるんですよね。あーどうしよう、行きます。どうしてもね、つまみ上げることが先ね、手とかを持ってつまみ上げてたような感じなんで、ね、もしかしたらそのね、前あったその手を持ってね、つまみ上げるっていうのが正解かもしれませんね。あ、持った、あーっと一瞬持ったのに、むずこれ、ちょっともうちょっと勝負しますね、無理か、すくい上げたろうかなと思ったんですけどね、さすがに無理か、まあ行きましょう、キリがないんで、まあ無理やな、手が邪魔してるんだこれも手が邪魔してるんで、あーなんか、あシールドに刺さってる、うわーくそー、あと同じ形やもんな、やっちゃったな、3本でしっかり持って動き出しましょうか。あーアームがどうしても短いな、下まで入らん、やばい、なすすべなくなった。そっか、頭を振ったとしてもね、最後ねフィニッシュ決めれなかったんだよ。うん、行きます、あと300円ですね、300円でも3000円終わります。なのでじゃあ今度はもうこれはほぼ遊びに近いような感じなんですけど、手をね3点でしっかり持ってみます。いけるかな、まあ、ストップボタンでね、あーね、そうなんですよ、手前アームが当たるな思ったんですけどね、あかん、やばい、無理、あと200円、さてどうしよう。じゃあ、うわーでかすぎたな、手前、あ、右アームですね、右アームを脇に入れながら、うん、これでもうそもそもここアーム届いてないんでね、下までね、そりゃそうなるよな。あ、最後の3000円目ですねやっちゃったがっつり沼ってもったな。で今これもしかしたらいけんじゃないかなって一瞬思ったんですけど、景品が今度向こう向いたでしょ、なんで今度こっち側に引っ張れようと思ってね、はい、でこっち側に引っ張るとシールド自体は低いんですよ、なのでうわなぜ右アーム刺さる、ここから反動で向こうにね、あごめんなさい、もう一回行きます、はい、やっちゃってますね、はい、4000目です。あー悔しいね、ちょっとやっぱアームサイズがあれは、ちっちゃすぎてちょっと攻略不可能だかな、
はい、4戦目ですね。というわけでちょっと頑張りたいところかな。先ほど言ったようにね、この右上にねシールドがちょっとも低いんで、そちら側に引っ張っていこうかと思ってます。よし、さあどうでしょう。あ、また右アーム刺さった。なんでなぁ。お、どうでしょう。なんかパワーが異常に強くなった。確率わからんけど、なんかパワーが異常に強い。もう一回いきます。奥アームをしっかり足の根元に入れて、で手前アームを肩に、もう下半身をしっかり持ちます。ただお腹が出てるんで、あ、これはどうでしょう。しっかり入ったぞ。さてここから反応で、うわー、これかやっぱり。これまでしか無理か。あー、やってもてんな。もう一回いきます。さっきね、なんかの謎のパワーでね、しっかり持って上がったんで、これね、足の根元と肩でどうにかして下半身ズリズリで持ち上げ、あ、持ってきた、来た、落とせ、落とした、違う方に落とした。すいません、ちょっと延長しまくってますね。なんか、タグもないし、ちょっとなんかね怪しいですよね、なんかパワーがね、なんかグイグイ強くなってきてますよ、パワーがね。さあ、もしかしたら確率で終わるのかな。お、パワーが強いぞ。いや、頭切ってますね。あと 2,4,600円。というわけで、じゃあもう一回左アーム、あ、左手前アームでね、頭のこの引っ張ってみましょうか。ここね、頭を引っ張って、今度は逆ですね、一旦ぐるっと回して、ここからこれですね、先ほどになりました、あと1分半、まあちょうどいい感じですね。なので、あとはじゃあどうしようね、ちょっとこれあんま寄せれないんでね、 あくまでアームがね閉じ切った時にね、ここの この服が入ってないでダメなんでね。でここから一番シールドの低いとこ、来た来た来た、一番シールドの低いとこ、ただっすね、ただね。もう一回いきます。これね、そのまま反動でブイーンって来てくれたらいいですけどね。いきます、頼む。ここで、さて、高さが出れば、高さが出れば頭を引っ掛け、うおもうこれ以上ないぐらいやきれんけどな。どうしよう、この場合どうする。右アームで押しても無理よね。いきます。ここでね、右アームで押しながらいけるのかな。いけるかもな。このね、右アームをおでこのてっぺんですね、おでこのてっぺん、あ、おでこって頭のてっぺんですね、頭のてっぺんさせて、さあこれですくい上げてくれ、頼む、すくい上げろ。うわ、持ち上げた、うわ、終了。うわマジかマジか、やばいやばい。というわけでもう一回いきます。やっぱ押しは無理か、押しは無理なのか。このアームね、これ本当のあれでいくとね、クッションだったらね長いんでね、いつまでもこの反動でねグイグイこのまま来い、これまでやってんねんけどな。ね、どうしようか。最後4戦目ですね。なのでやはり、これフィニッシュ決めたことないよ、どうしたらいい。もうここまで行ってますからね、18秒、やばい。なので、じゃ あこれでいこう、手前アームを殺して左アームと、これでいこう、滑っていけ。お、来た、あーあーダメ、あ、抜けた。あー、無理か。すいません、ちょっとキープして延長します。あー、確率、これ5戦目が、うわー、この2戦で折れなかったのにな。あー、うっそ、あれどうしよう、マジで。ね、あのアームの向きをね、そもそもあんまね、フィニッシュで決めたことないんでね、なかなかきついな。でシールドもね、今ね、一番ひ、まあ、今真ん中なんですけどね、一番低いとこでもね、全然減ってるレベルで、あ、これ、あー、そっか、どうしようかな、いきましょうか。まあ、とりあえずね、ちょっと奥にやります。少しだけね、奥に寄せて、でよりね、シールドの低いところ、ここ
ここからもうどないしようもないもんな。どうしようかな。どこでクルリンパできるやろ。で、さっきもね、クッションで言ったのに長い場合ね、こっち持っていった時にどん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 こっちまで出せるんですよね。ただこれね、首でね、ここ力挟まっちゃうんでね、それがね、どうしようかな。なさっき押したら無理やったな。あのアームが入らなかったんで、アームが短いんで下まで届かないんですよ。じゃあちょっとこれは難しいんですけど、ちょっとよくわからないですけど、オフアームをね、なんか奥のアームに入れてみます。あ、この脇で景品自体をつまみ上げんかな。これつまみ上げて、うわ、やってもうた。うわー、あ、確率消えるねえ、今確率つまみ上げやったんですけどね、ダメでしたね。というわけでちょっと真ん中持ってきますね。うわー、やっちゃったな。これね、アームが短いアームが短いねえ、どうでしょう、確率は来てますね、感じね、うん、いきます。まあ、先ほど言ったようにこのままね、まあ、真ん中ほどがせっかくなんでね、真ん中持ってもね真ん中持ってもアーム短いですけどね、もう確率つけてるんでそこで終わろうと思います。すいません、ちょっと沼っちゃってね、攻略できませんでした。ただね、これね、アームの向きよかったら多分攻略できます。持ち上げない、やばい。あ、確率じゃなかった今。なんか確率もね、来てもね、毎回毎回確率ってわけじゃないみたいなんでね、うん、なのでこれも下半身しっかり持って、まあ、できれば頭ずりずりみたいな感じでね、なったらいいんですけど、サーブでしょ。ただ下半身が重たいんでね、どうしてもこうね、下半身持つとサーブは、はい、というわけでね危な、危な、多分やっちゃいましたね。はい、というわけでちょっと、はい、ゲットです。ゲットというかね、確率つけるこれまたも、めちゃモフグッドですね。はい、ちょっとこれ汚れてるお尻汚れてる、ちょっとこれ景品変えてもらえますね。お尻汚れてますね。あ、じゃあ、はい、行きました、大丈夫です、はい、やっちゃったな。というわけでちょっと人が多いで離れます。あ、ちょっと人の少ないからいきますね。で、おそらく今5000円使って、あと多分500円ぐらい残ってるんで、4500円ぐらいって確率ですね。まあ、ね、もしかしたら、いっぱい行きそう、5000円ぐらいが確率なんかもしれませんね。はい、というわけでこうちょっと狭いところ行きましょうか。はい、というわけですいません。あー、すいません。まあ、最後ね、一応ねえ、ゲットできたんですけどね、これね、ゲットできたんですけど、まあ、バキバキの確率ということで、ね、まあ、ただ最後ね、この確率に、ね、気づいてたんでね、しっかりゲットすることができましたんでね、まあ、ちょっとね、今回残念ながら参考にならなかったんですけどね、まあまあ、見ていただけるその面白くのチャンネル登録いいね、よろしく。それでは、お疲れ様です。はい、というわけでね、続いてはね、プレゼント抽選会に参りたいと思います。今回ね、エントリーされた方は39名、たくさんのエントリーありがとうございます。そしてね、メンバーシップの方2枠になっておりますので、実質、43枠ぐらいの、エントリーになっております。はい、というわけでね、早速なんですがルーレットを回していこうかと思います。さて、今回はどなたに当たるでしょうか。さて、どなたでしょうか。ストップボタン押します。はい、というわけで今回、当選された方はミリーさんですね。ミリーさん当選おめでとうございます。またこの動画を見ていただいたらね、ご連絡の方お待ちしております。当選おめでとうございます。はい、というわけでね、続いてはね、プレゼント抽選会に、ごめんなさい、抽選エントリーじゃプレゼント企画に参りたいと思います。やっぱ1週間に1回しかないんで、ちょっとね、忘れちゃうので中でね、はい、というわけでね、今回ねプレゼントはね、こちらになっております。ダダダダダンっていうね、はい、こちらの超デカデカスヌーピー。このスヌーピー名前何ですかね。グランデネグル、おさわりバージョンというね、このスヌーピー、かなりクオリティも高くね、綿もしっかり入ってるんで、かなり可愛いです。そして、まあ、40センチ、50センチくらいですかね、座らした状態で、っていう感じのね、もふもふの、スヌーピーをプレゼントにしていこうかと思います。で、エントリー方法はね、いつも通りこのプレゼント企画動画に、キーワードを記載してコメントをするだけです。で、そのキーワードなのですが、まあ、今回はね、もうこのまま行きましょうか。スヌーピー、今回の、キーワードはスヌーピーでお願いします。その際に、ね、ご意見応援コメントよろしくお願いいたします。皆様もね、ご意見でね、改善しながら、そして応援コメント、これありが本当に重要です皆さんね、応援コメントでね、毎日投稿頑張って頑張れてるようなもんなんで、よろしくお願いいたします。
はい、で締め切りの方なんですがね、7月、20日の、土曜日の20時になっております。1週間後のね、土曜日の8時になっておりますんでね、お間違いなくエントリーよろしくお願いいたします。はい、で、最後になりましたが、チャンネル登録の方よろしくお願いします。本日ね、ちょっとポケモンね、ガチガチに沼っちゃったんですけどね、最後のまで見ていただきありがとうございます。という感じでね、もしよかったらね、チャンネル登録、毎日投稿でこれからも頑張っていきますんでね、よろしくお願いいたします。それでは、この辺でお疲れ様です。さよなら。さよなら。さよなら。ちょっと違いましたね。ありがとうございます。そうです。